ちは今日の視力案はこれとこのおむすび一つです。あげようかめっちゃ迷ってるんですよね。おむすび、おむすび食べないの、うん、おい、おかしい。あ、これなんかなんかいいやつ、なんかいいやつ、高いやつ、ベースブレッド、ベースボール。これ最近ハマってるんです。声、今日公園なんです。めっちゃいいですね。なんか痩せるって書いてるパンやな。あ、そうなんですよ。パンって痩せる？ダイエットなんです。嘘つけ。多分他のパンを食べるよりそう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 、こっちを食べた方が。でもパンはパンやで、うん、そうですね。でも私もパンが大好きで玄米っていうか全粒粉の食パンとかはめっちゃよく食べる、うん、いいよね。いいです、美味しいですよ。めっちゃいろんな味あります。いや、鮭、鮭おむすびもあります。栄養入ってるのかな。パンはパンはパンでも食べられないパンはサクパン、なんだ、なんですか、なんかあるんですか。日本で流行ってるんですか。これ鮭を食べてます。これでも大きいので半分食べようと思ってます。鮭いただきます。ボタンさん、ボタン持ち、桜餅か。ありがとうございます。フライパン、あ、そうなんですね、うん、でもなんかさっきの、なるほど、カレンさんと、うん、カレンさんご飯の味がする。マイティさんがめっちゃお米の味言ってました。勝ちましたよってリハーサルの間とかね。トモさんありがとう。めちゃめちゃ真剣に見てはりました。シャッペです。面白かったです。カレンさんチューリップありがとうございます。球技ね、できないんですよね。球技ができないから、なんか楽しみ方がわからないんですよね。うん、ずっと見てたらハマるのかなとは思うんですけど。九州の上野公園、ナンバラエティ公園もきついてた。公園の話したよ。そうですね。え、野球やってますよね今。AP さん野球ボールありがとうございます。そうですね、なんか体力勝負って感じです。めっちゃ今の五公園のうちどれがしんどいかって言われたら多分ナンバライティです。球技の公園はね、私できないから分かんないんですけど、うん、でもあの公園めっちゃしんどい、しんどいって言ってますね。みんなおいしい。今初めてリアルがありに来ます。海苔がおいしい。 ありがとうございます。あ、日本逆転、うぃ、すげえ、おめでとうございます。ボタンさん、桜餅ありがとうございます。野球強いね。遊びに来てよ、ありがとうございます。このまま決勝にも行ってくださいね。わ、食べ方やば。着替えも済んでません。うん、決勝進出やって、ね、お、ゆきみちゃん、すげえ、じゃあな、負けても準優勝、優勝ってことですかね。アメリカとウイスゲー楽しみ、待ってください。しないですね。今日のメイクは何番目？うん、4番目です。いつも通り4番目でございます。あまたさん、野球ボールありがとうございます。あまた。ああ、ゆきみちゃんドラムチームできますよ。できますよ。消毒の金を。めっちゃ減ってます、ちゃう。ごちそうさまでした。
カムカムさん、ありがとう。普段自分のことそうやって呼んでるんで、いや、それが広まりました。25日に8個を申し込んで、ありがとうございます。久しぶりのね、あかつきさん、ありがとうございます。隣の子、日本語発音がいいですね。日本人です。あ、ポコペタゴ、カゴシタ。日本は桜がいつ咲くんですよ。もう4月なんです。私も楽しみです。久しぶりなので。トモタンさん、焼きバラありがとうございます。リズム感あるのはドラムも関係するのかな。どうなんですかね。多少はありそうですけど、リズム感ない方でも多分練習すればできると思います。大阪はいつ咲くん。そうですね、桜見に行きたい。そうですね、私はあの声出しがない状況から、隣は田中、はい、前ってなってたんで、隣は田中です。田中です。田中です、めっちゃ新鮮やし、今でもまだ慣れないですね。何回かさせてもらってるけど。はあ、はあ、何ですか。はあ、かわいいねえ。まあ、かわいい。見てください、シオンさんのエアポッツ。めっちゃかわいい。めっちゃかわいいですね。あげようか。はい。ダメ。かわいい。めちゃ、でも売ってるで。え、そうなんですか。すごい。いろんなの売ってますね。うん。すごい。チューリップ。はい。はい。トラちゃん、ありがとうございます。やめて。田中、片方をなくしたらあれ、田中ゆきのです。田中ゆきのです。田中さん、田中は元気か。田中は元気か。田中は元気です。田中は元気ですか。元気ですか。クレジットですか。元気です。なんでですか。クレジット複雑です。あ、中学生。はい、まだ慣れない。なるほど、まだ使えないです。中学生でした。ん。今日のコーナーはね、ミヤさんとアニさんの新一年なので、うん、お腹パンパンでしょ。こっちまで緊張してきます。おー、やっぱいっぱい。ユキさん、ありがとう。でもユキノは今年中学生に なりましたね。今年中学生になりましたね。今年中学生卒業したんですけど。中学卒業。はい。見たで。オフショット。見た。可愛かった。よかったよ。やったー。でも何、え、新しくなんか入ってたんですか。え、ここに。はい。あー、すげえ。エナジーか。はい。え、進化してる。初めて見たと思って。自販機が進化してる。何がなくなったんですよね。コーン、スープ、うん、あー、確かに確かに。ないですね。コーンスープなくなった。コーンスープなくなったの。もう風じゃないからじゃん。ああ、なるほど。劇場の自販機にこれが追加された。ああ、ごちそうさまでした。ケンさん、本当ありがとうございます。ミルティさんのグラスティグラビ本当にありがとうございます。寒い。自分でもあれは可愛いと思います。なんて。黙れ。は。は。黙れ。一回黙りますね。は。元気、元気か。元気です。
田中は元気か？これ美味しいね。いや、ね、知らないですね。初めて見たから。コンポタ。元気あります。この方に巻いていただきまだすっぴんですよ。だってメイクまだですもん。でもね、あの多分ね、あの雪乃がどうとかじゃなくて、カメラマンさんが撮るの上手だから、あのね、綺麗に映してくださってね。正面コールは頑張ってください、ね、高校生卒業の時も選ばれたいですね。トラちゃんありがとう。また撮影したいです。ケンさん、バカありがとうございます。こんちゃは。もう15分がまだ経ってないのかな。シオン、夜公演前とかも配信するので。金曜日のワイナンさんの生配信やから。そうなんです。こんちゃわん、ね、チャハン、チャハン蒸し。初めて。イヤホンないのつらいね。アミヤとエアポッツ、エアポッツです。シオンのちっちゃい子と、どうしますか。関わり方が分かんないですよね。9期生の子はゆきのちゃんめっちゃ好き。え、そうですか。なんか見ましたね、握手会でゆきのが先輩みたいに。そう、え、本当にありがとうっていう感じな。9期生になんか先輩みたいな感じを初めて見ておもろかった。だってもうどう接したらいいか分かんないですもん。なんか初めて見ましたね。後輩に対するユキノを初めて見て新鮮だなって思ってちょっかいかけました ね。ちょっかいかける。ちょっかいかけるってやってるよな。はい、ちょっかいかけました。かけられました。二人きりの時間を。可愛かったです。ちょっとおもろかった。八期生が先輩してるの初めて見ましたね。そうですね。見ることはあんまなくて。さくら、ありがとうございます。なんか、なんで九期生の子に話しかけられたことないんですけど。怖いですか。どうなんですかね。でも茶髪だから。茶髪怖いかな。シオン、ちょっと怖く、顔怖いかな。そんなことないですよ。なんで、うん、大好きなのに。いや、でもシオンもかけられないんで。なんか若すぎて話しかけられへん。先輩に話しかけられるのは、話しかけるのは勇気がいるんだよ。そうですね。ワンポイさんありがとう。トラちゃんさんありがとう。ケーキのアイドルであるんですよね。なんか今やったら生きるってみたいな言ってるんですよね。トラちゃんありがとう。イケメンではある。ありがとう。なんか裏でシオンはイケメンです。こっち来てくれてるんやって思ったら、イケメン。近いですね。シケメン、シケメンです。つけ麺なので、もう行きたいと思います。は？は？はってなんですか。終わるの？は？は？終わっちゃうの？そうですよね。はぁ、あ、終わっちゃうの。終わっちゃいますよ。いまーす。ももちゃんありがとう。あ、ランキングホット押しまーす。13位ケンティさんありがとうございます。12位野原慎之介さん、怖くない人。認証がなんか前から。10位、あの冷たそうってはよく言われてますね、昔から。初印象ありがとうございます。冷たそうですか。7位長野さんありがとうございます。6位エピーさんありがとうございます。5位ケンさんありがとうございます。4位怖くないです。話したことがないです。まず2位薄いケテルトさんありがとうございます。15分が経ちました。やったー。ありがとうございます。ありがとうございました。ねえ、ない、あのシオンの初印象って冷たそう。
口数少なさそう。あーでもそうですね。こんななんかよく喋る方だとは思わなかったです。ちょっと昔からそれ学生の時からずっと言われてんねんな。うん、初めて見た時めっちゃ性格悪そうに見えるって言われてねえ違うよね。確かにそうですかね。イケメンだからね。またお昼公演でそうですね。またね。ありがとうございました。バイバイ。そうですね。第1位はそうです。多分昔から3월에좋은소식은말하려고했는데아직말하지말라해서기다리고있어요하하하하こんにちは。韓国人だからね。안녕하세요。안녕하세요。잘가세요。バイバイ。バイバイ。じゃあ、シオンも順位発表しますね。週3位。セイヤンさんありがとうございます。12位サトポンさんありがとうございます。11位ワンポルさんありがとうございます。10位ウミちゃんさんありがとうございます。9位ワドカシリニクさんありがとうございます。8位ヨレアジェシさんありがとうございます。7位ミンミンさんありがとうございます。6位イナちゃんさんありがとうございます。5位マイコルさんありがとうございます。4位アンジニョンさんありがとうございます。3位トラちゃんさんありがとうございます。2位ブッキーさんありがとうございます。1位トモさんありがとうございます。トモさんありがとうございました。1位おめでとうございます。ともくん大好き大好きありがとう。来てくれてありがとうございます。またメイクしに行きますので Thank you。 バイバイ。昼公演も頑張ります。また夜公演前に見ましょう。参りましょう。バイバイ。